アリケはシケリアの古代都市である。考古学遺跡はマルギ川が作った渓谷にある玄武岩でできた三脚の上のロッチチェーラにある。パラゴニーアから 2km 西に位置するが、行政区分場はミネオの一部である。パラゴニア、ミネオともにカターニア県のコムーネである。最近シチリア州がこの一帯を購入し、一般にも公開されるようになった。 発掘作業中に見つかった遺物の展示のために展示室が作られている。この都市の起源に関してはよくわからない。ディオドロスは、紀元前453年に、先住民である、シケル人の指導者であるドゥケティオスによって建設されたとしている。都市の名前は、近隣にあったパリキ神の聖域にちなんだものである。都市は強固な城壁で囲まれており、付近は、 豊穣な土地であったため、急速に成長した。しかしパリケはすぐに破壊され、ティオドロスが歴史総章を完成させた、紀元前60年頃には無人のままであった。ティオドロスによると、紀元前440年に鳥な系が破壊されたとしており、パリケが破壊されたのは同じ年ではないかと思われる。ドゥケティオスはこの年の初めに病死している。 ピーター・グリーンや他の何人かの歴史家は、トリナキエとパリケは同じ都市であると推定している。歴史総書の目次には、ピケニア人に対する主落祭の遠征が含まれているが、これは意味をなさない。古代ギリシア語の綴りの間違いで、パリ記人が正しいと思われる。トリナキエはシュケル古来の固有名詞であり、それはシュケルの国家主義的野心に適した名前だっただろう。パリケは、 虎泣きへと解明されたか、あるいはそのアクロポリスが鳥泣きへと呼ばれていたと推定される。ありがとうございます。